はい、どうもこんにちは、さくゆきです。しんともです。今回はね、動画編集者必見、たったこの10分の動画を見るだけでクライアントからの評価を爆上げする方法、そんなテーマでお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。先日ね、こんなツイートをしました。ででん、あとクライアントワークやる全動画編集者見といてください。2分半の僕のクライアントへの指示動画を見るだけで仕事できると思われますっていうツイートともに、こんな動画を上げたんですよ。お疲れ様です。クライアントに送るとき、 Google ドライブのリンクを送るときにやってほしいことなんだけど、これ通常の Google ドライブのリンクを送ってるじゃないですか。こうすると LINE のブラウザ上で開くんですよ。でこれブラウザがあって、 and open external browser equal 1をこのリンクの最後に付与してほしいんですよ。そうするとどうなるかっていうと、実はワンタップでこの Google ドライブのアプリに飛ばせる。クライアントによってはこの LINE 上のブラウザではログインしてなかったりとかね、 Google ドライブに。そもそもこれ慣れてないとどうやってこれアップするんだみたいな感じになっちゃうので、いつも僕 LINE 上のドライブのリンクに飛ばされてから、いちいちこのブラウザで開くを押して Google ドライブのアプリに移動してからアップしてたんですよ。 and open external browser equal 1を付与してあげることによって、パンと、ね、自動で一発でいくので、あのアプリが開くのがね。なんでこれちょっと付与することを習慣づけておいてください。でさらになんですけど、ワードボードってアプリがあって、 Google ドライブのリンクをペーストするじゃないですか。でその時に僕はキーボードカスタマイズして、ボタンワンタップでこんな感じで and open external browser equal 1が入力されるようにしますね。こんな感じでこうワンタップでこうピッ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 って、まず1個覚えてほしいのが、 and open external browser equal 1を付与することによって Google ドライブのアプリで直接開けるようになるから、クライアントがアップが楽っていうこと、この事実を覚えてください。でこのワードボードってアプリ、ワードボードってアプリを入れるとこんな感じでボタンを拡張することができる、キーボードで。なんでエクスターナルボタンみたいなあのキーボードを作って、ワンタップでこの and open external browser equal 1が付与されるようにしておいてもらうと、クライアントもすごい楽っていう状態が作れるんじゃないかなと思います。このクライアントのワンタップを節約できるって分かる人からしたらめちゃくちゃ気遣ってくれてるなって感じなんで、ちょっとやってみるといいかなと思います。ではこのツイートがね、意外と好評でね、613件のブックマーク。おお、なんでいいねしてくれへんの、ブックマークだけして。そんな声で異常が入った時に自分だけこっそりブックマークをしていいねしないっていうの良くないよ、こすさん、うん。はい、じゃあね、詳しく解説します。せっかく YouTube のね、あこんな感じになってるんやっていうのができれば応用が効くんでお話していこうかなっていうふうに思うんですけど、まず URL にはクイパラメーターと呼ばれるものを付与することができるんですよ。 URL って何かっていうと、サイトの住所みたいなもんなんね。例えば google.com ってあるじゃないですか。で google.com でスラッシュサーチっていうところが Google の検索エンジンだね。これさ、検索エンジンやねんけど、例えば Google 検索した時にサコユウキって検索したとしましょうと。でこの時に検索した時ってサコユウキっていうページがあるわけじゃないよね。 Google の検索窓にサコユウキっていう文字が入ってるだけに過ぎないのよ。これって何かっていうと、サコユウキってサイトが存在してるわけじゃなくて、この Google の検索のサイトにサコユウキっていう情報を与えてるだけなのよ。こんな感じで URL の最後に情報を付与することによって、サイトの表記を変えることができるのね。クエリパラメーターって何なのっていうと、 URL のクエリパラメーターっていうものを付与することによってサイトの表記を変えたりとか、いろんな情報を付与することができるようになる。これがクエリパラメータって呼ばれるもんなんです。例えば Google 検索でサコユウキって検索するとどうなるかっていうと、 URL が google.com/search- で q=サコユウキっていう URL になってるんですよ。これ見てもらったら分かるんですけど、ハテナの後で始まるのがクエリパラメータって呼ばれるもんで、ハテナの前が純粋に URL ね、検索元にどんな情報が入ってるのをクエリパラメータって情報で付与してるっていう感じ。URL とセットでいろんな情報を付与できるのがクエリパラメーターですよっていうのをざっくり覚えておいてくださいと。今回はクエリパラメーターっていうのを使ってどんなブラウザで開くのっていうのを指定してあげた。だから普段 LINE のブラウザでピッと開いてたのを Google ドライブのブラウザで開くっていうことを指示してあげたよっていうイメージです。クエリパラメーターって複数指定することができるんよ。複数指定してあげるときにはハテナから基本的にはクエリパラメータの指定ってスタートするねんけど、すでにもうクエリパラメータ別のが指定されてるときは and でスタートするよっていうのが一般的ですと。 Google 検索でサコユウキって調べてほしいんですよ。そうすると google.com/search ハテナ q イコールサコユウキで and rlz イコール 1cdgoyi アンダーバー enjp、まあ、だからサコユウキっていう情報を日本語検索してるよみたいな情報がクエリパラメータとして付与してるんですね。だからクエリパラメータが複数になった時はハテナ以降がクエリパラメータで、複数のクエリパラメータを指定する時は and でどん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 つないでいくっていうルールがありますと。じゃあ今回の Google ドライブのやつどうなったかっていうと、元々の動画見てもらうと分かるんだけど、ハテナ usp イコール
シェアリングってなってるやん。シェアできるリンクですよみたいな。クエリパラメータが付与されてて、その後に &OpenExternalBrowser=1 って指定することで、もう一個追加でクエリパラメータ付与して Google ドライブのブラウザとか外部のブラウザで開いてねっていうものを指示してるっていう感じ。クエリパラメータとかいろいろ知っておくと便利で、動画編集者に便利なクエリパラメータだと、 YouTube の動画を確認してほしいときに、あ、ごめんなさい、ここ修正お願いしますって言ったときに、わかりましたっつって、次に全体の動画送ってくる人とかいんねんけど、じゃなくて何分何秒のここ修正しましたって送ってきてほしいときあんねんな。0分30秒修正しました、そのときにクエリパラメータ付与すると動画のスタートのタイミングを指定して送ることができるんよ。それはこういう風に指定したらいきます。秒数やからちょっと、そう、秒数なんで計算しなあかん、計算しなあかんけど、1分30秒のところを修正したらハテナってイコールか、クエリパラメータ90に指定したら90秒のところからクライアントが見れるよと。そのクライアントが見るやつも LINE のブラウザじゃなくて YouTube に直接飛ばしたかったら、これも &OpenExternalBrowser=1 を指定してもらえば、ワンタップで90秒のところからスタートして、かつ YouTube の普段使ってるブラウザで見れるから倍速確認とかが簡単にできるようになるわけよね。いろんなクエリパラメータを知っといて、クエリパラメータを使いこなせるようになっておくと、この人と仕事するとなんか余計なタップがめっちゃ少ない、スムーズみたいな感じになるから、めっちゃ重宝されるよっていう。一個一個の仕事のストレスを改善してあげるだけですごい楽なんよね。いろんなクエリパラメータ URL に付与されてるから、あ、ここいじったらどうなるのかなみたいなのを常に見とくと、あ、このクエリパラメータ付与したらこうなんねんやんってのが自分の中で出てくるから、それをストックしとくいて、クライアントに渡す時とかにピピッと自分で付与できていじれるようになると、え、なんでこの人こんなことできるのっていう風になってくから、応用がめっちゃ効くよっていう話ですね。意外といろんなクエリパラメータあるよとか、他にも例えば記事のさ、チェックとかでさ、ここの見出しのとこにピッて飛べるみたいな、ある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 。これも意外とみんな知らないね。普通に文章を選択して右クリックからここに飛ぶリンク取得するみたいな感じでできた気がするから、それ知ってる人おる？できるクライアントワークよね、それはね。できるクライアントワークやな、それは。そんなことまでされたら惚れるな普段、例えば URL って見ないと思うんですよ。リンク送った時とかにハテナの後の構造がどうなってるか見て、このパラメータってもしかしたらこうかなみたいな、多分英文読んでると分かってくんねんな。だからそれいじったら、あ、こう変わった、このリンクの動きみたいな。例えば Google のドキュメント見たらさ、あ、検索ワード作勇気入れたら作勇気って明らかに書いてる部分があるわけよ。これが検索のワードを制御してるクエリパラメータだなみたいな、 URL 見てると分かってて、クエリパラメータって概念を知ってると分かってくるわけよ。だからいろんなリンク送るときに、あ、ここがクエリパラメータで、あ、これ変わるとこうなんねんや、だからクライアントにワンタップさせる必要なくなるやんみたいな。例えば面白くて、このフォーム入力お願いしますっていうシーンとかあると思うんやけど、できるクライアントワーカーやとある程度フォーム入力完了者として送ってきたりする。できるやん、だって確かにできるよ。クエリパラメータ分かってると、男性であることとか、サコユウキって分かってる状態だと、そのフォームにサコユウキって名前とか住所が入ってる状態で送られてたりする。でクレカの情報だけ入れててくれたら決済できますみたいな。おー、そんなことしてみ、一生手離れできないクライアントワーカーになりますよ。あとスプシの URL とか、普通に共有ボタンから共有しちゃうと、一番前にあるシートのがパッと開く。でもこの後ろの方のシート開い見てほしいっていう時は、うん、そのシートを開いた状態でそのままその上の URL を送ってあげたら、シートの ID がクエリに入ってる状態で送れるから、うん、すごい楽。確かに。クエリパラメーターなんていう概念とか単語を初めて知った人も多いんじゃないかな。それこそギリギリ LINE 構築者が &OpenExternalBrowser=1 を使えっていうのを丸暗記してる人が多いからたまに使うけど、本当にちゃんとクエリとして理解してる人が界隈でも唯一言ってもいいレベルやったから、これを動画編集会に応用できる人がおらんくて、さらにそれをより応用っていうのはこの動画見てる人にできないから、めちゃくちゃ4、5的動画編集になるよ。ってことで今回の動画はこんな感じで終わりにしましょう。そういうね、お仕事お役立ち情報みたいなたまに X でつぶやいておりますんで、ぜひそちらの方もチェックしてもらえたらなというふうに思います。ってことで今回の動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。